どうも、小村です。今更小村さん AI でちょっと遊んでみました。小村さんの顔を可愛くしてってお願いしたらこうなりましたちょっとクマ寄りなんかな。頭にちょこんと髪の毛生えて、首元もちょっとふさふさになったんですよね。このなんかワンポイントな感じが可愛いんかね。まあまあまあ、こんなもんかと思ってさ、次小村さんの顔をイケメンにしてくれって注文したんよ。じゃあこうなりましたかっこいいということで、はい、雑談やっていきましょう。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は2月の4日ただいま深夜の2時10分です。疲れました小村さん。最近ね、仕事が小村さんあんまりなくて、僕がっていうか、あの会社がなくて休みが多いんですよね。で、今日久しぶりに仕事だったよ、2週間ぶりぐらいに。で、仕事行って帰ってきて、一旦寝て起きたらこんな時間やったんやけど、そんな状態で雑談を撮ってます。ね。仕事に行ってもすることがない。することがない。永遠とな掃除してた。一応製造業なんですけど、まあ製造するものがちょっと今は製造しなくていいというお達しが来たんで、マジですることないからずっと掃除とかしてんねんけど、そんな中、まあ、ずっとなんか、普段掃除しんようなとこ掃除しててさ、まあ、そのね、まあ、8時間黙って掃除すんのもだるいから、近くにいる人とまあ、自然と会話したりとかするわけですよね。で、基本的に僕そんな職場で仲良く喋れたんでいいひんから、まあ、向こうが誰にでも喋ってくるような超陽キャの T 君が近くにいるときとか、向こうがもう喋ってくるから喋ってるんですよね。で、そんな仲良くない人が近くにいるときは、まあ、それでもまあ、喋るしかすることないから、ある程度なんか、最近どうですかとか喋ったりすんねんけど。で、今日、職場の谷くんっていう子がいんねんけど、めちゃくちゃ陰キャで、まあ、見た感じあんまり喋らへん子で、でもなんか上司から結構いじられたりとかする、ちょっといじられ系陰キャなんよね。ね、まあ、例えばさ、そのなんか会議っていうか、ミーティングとかで誰か喋ってるときに、これについて誰かどう思うっていうときに、まあ、誰もそんな手あげへんやん。で、みんなの意見を聞きたいっていう時にさ、誰もみんな手あげへん時は、とりあえず、ま、先に谷くんから、ね、谷どうやって言われたりすんねんな、上司から。ま、そういうやつ。とりあえず一発目話しかけるやつみたいな、立ち位置のね、陰キャの谷くんがいんねんけど、僕喋ったことなかったよね、谷くんとは。謎の親近感だけ湧いてて、谷くんとは喋ったことないなと思いながら谷くんのこと見てたんやけど。で、今日初めて谷くんとまともに喋ったんよ。普段から挨拶ぐらいはしてたんやけど。ずっと掃除してて、まあ、隣に掃除する人、谷くんがいたから、ね。珍しく小原さんからね、話しかけたんよ。まあ、向こうは陰キャやから多分喋ってこようと思ったしね。これはちょっとこっちから喋ったろかと思って。まあ、とりあえず僕、こういう初対面の時ってさ、大体、都市聞くんですよね。別に何の話題もないから。すいません、谷さんって、いくつなんすかって聞いたら、いくつやと思うって言われたんよ。めっちゃ陽キャの返ししてくるやんと思ってさ。年聞いていくつやと思うっていうやつはもうあれなんよ、合コン的な、僕の中ではそれ合コンする人なんよ。なんかこいつ手慣れてん、もしかして手慣れてんのかって思ってね。多分僕に近くて、まあ僕より年下だと思ってたよね。まあ20代後半ぐらいすかねって言ったよ。じゃあなんかめっちゃ落ち込んだよ。なんかもう わざとらしくちょっと落ち込んだよね。やっぱそう見えますか。え、もっと若かったんかって言ったら、21ですって言ってきて、え、21だなんて僕結構驚いたよね。21なんですねって。あ、そんな若かったんですね。全然、その、ちょっと見えないですねって、まあそう言うしかないから、見えない成長失礼かもしれんけど言ったよね。まあ次に、基本的にマスクする職場やから、あんま顔見えへんから、はっきりとまあ年齢とか分かりにくいねんけど、まあ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 、そんなに若かったかと思ってね。って思ってたら、嘘ですよって、35ですよって言われてさ。なんで嘘つくねん、こいつ。VTuber かと思ったわ。35で、年上やったんすよね。めっちゃそれびっくりしたよ。あ、年上だったんすねって、敬語で仕掛けといてよかったわ。基本的に敬語から入る小村さんで助かったわ。危ねえって思って。ああ、35だったんすね。ああ、年上だったんすねって。全然なんか年下だと思ってましたって、失礼ですけど。ね。てかさっきのなんか、がっかりしたリアクションなやってよって思って、ね。で、今意外となんか、その、
あれもしかして僕が普段から喋ってんから気づいてんだけで、そこそこ陽キャというか喋れる人なんかなって思ったんよ。思ったんやけど、まあ全然喋ってこなかったね。こっちから話題振らな基本喋らんみたいな普段の小村さんやって感じになって、普段何してるんですかとか、もう当たり障りのないこと喋ってたんですよね。まあ、そっから趣味の話とか聞いてって、まあ、僕ドライブするんですよ言われて、ドライブ、あー全然外出るんやと思って勝手に僕と同じで、ね、ゲームアニメばっか見てる人やと思ってて、もう見た目が結構まあそれない、オタク的な感じだよね、モテない感じちょっとぽっちゃりしててメガネで多分モテへんやろなって思いながらね、ちょっと失礼やけどね、な陰キャ、普通のなんか陰キャメガネオタクやと思ったんやけど、あドライブするんや、それで結構僕の中で評価上がったよね。外出るんやこの人って、ちょっと印象変わるなと思って見ててさ、でどこ行くんすかって聞いたら、いや別に目的とかは基本的にないって言って、よく行くところって言ったらパチンコやねっておお上がった評価が下がったぞって思って、パチンコってまあでも、あどうなのかな、僕の中で陰キャ、いや僕が行かへんからそうなんかな、僕的に陰キャはパチンコ行かへんと思ってんけど、でもまあパチンコってアニメとか多いからそういう方面行くんかなと思って、でも聞いてたらみんなもパチンコって言った瞬間ちょっとまあ下がったやろ、特にパチンコせん人ってパチンコしてるって聞いた瞬間ちょっとなんか評価下がるやん人間的評価。でも行く理由が、自分はパチンコ全然好きじゃないねん、谷くん、谷くんのお母さんがパチンコ好きで、で足が悪いねんって、だからお母さんの送迎のために行って、なんかたまに自分もその付き合いで売ったりするって言ってた。あ、へーって上がって下がって上がったな評価じゃあ全然なんか、でもじゃあって言い方もおかしいけど、え親孝行っすねって、つか足不自由なお母さんやったら、まあ、趣味も少ないやろうしね、え立派やんと思って、ってことは実家暮らしかと思ったよ。一人暮らしなんですか、実家暮らしなんですかって聞いたよね。あーじゃあってなんか悩み始めたよね。なんで悩んでるかわからないけど、なんか悩み始めて、実家か一人暮らしか聞いてんのにそこ悩むのこの2択答えられへんとかあるって思って、ね、じゃあ喋ってたらね、なんか陽キャの T 君がね、ようこもっちって言いながらキス叩きながら、ね、珍しいやん2人が喋ってんのって、そのままなんかね T 君と谷さんが喋り込んでしまって、僕はもう黙って横で掃除したんだけど、で30分ぐらいだったら T 君どっか行ったよね。 T 君することないからもう片っ端から、ね、職場帯回りまくっていろんなやつ喋ってんねんなで T 君どっか行った後にな、思い出しましたって自分が一人暮らしか家族と暮らしてるか思い出しました。で僕そこでちょっと聞いてて思ったよ、あもしかして結婚してるんかって、もう勝手に結婚してると思ったよね。もう見た目が陰キャオタクやから、谷君陰キャオタクで全く自分から喋らへん人やから、あこれ結婚は絶対してえなって勝手に脳内で思ったから、あもしかして結婚してるんですかって聞いたら、いやいや結婚してないんですよって。でなんかこれちょっと全然その実家暮らしか一人暮らしか答えてくれへんからさ、いやなんか俺ちょっと聞かない方が良かったんですかねってちょっと言ったんですよね。いやそんなことないですよ、僕あれなんですよね、あれなんですよ、一応家買って一人で住んでるんですよって言ってきたんよ。って独身で一人暮らしで、ね、ローンで家買ったんやってさ、すごない？実家で暮らしたらええのになんか実家で暮らせん理由があるんかな。なんか勝手に僕の中のイメージでは結婚した人がローン組んで家買うイメージあったから、へえそんな人も、いや見たことないなと思って、すごいなと思ってさ、いや家買ったのすごいですねって、いやでもローン厳しいんですよって言いながらね、そんな話してたんやけど、まあ、そこから話も尽きてしまったから、ちょっとゲームの話切り込むかと思って、多分ゲームするやろ35歳独身、見た目が陰キャオタク、これはゲームするなと思って、ね、僕普段ゲームばっかしてるんですけど、谷さんでゲームしますって聞いたら、いや全然ゲームしないんですよって言われて、わあ僕の心めっちゃ離れていった、もうあかんって、僕もう話題にできることがないって思ってさ、ちくしょうって聞いたら、スチームも知らんかったらしい、 PS4 が一応あるけどもう半年ぐらい起動してへん言うてて、あかんもうこれ喋ることなくなると思ってさ、谷君からも全然話題振ってくれへんし、もうゲームっていう手札が、ゲームっていうカード使えなくなったら僕無理やって、無理やて谷君って思いながらね、ああそうなんすねって
あの時急に飽きるとかありますもんねって言いながら、でまあまあやっぱ僕の思った以上に谷くんはちょっと陽キャ寄りなんやなって、ちょっと喋らんけど性格の内側は陽キャ寄りなんかな。でドライブ趣味でな、基本的に外出んのが多分好きなんやろ。ゲームも見ない言ってたしね。アニメはちょっと見てかとか聞けへんだけど、ね、あやっぱこれもしかしたら僕より上なんかなと思ってさ。じゃあ谷くんからなんか話題やっと振ってくれたんよ ね、 ね、小村さん好きやとか好きですかって言われてる。え、好きやけど、好きやけど、すっごいピンポイントですごい質問してくれやんと思ってさ、吉野家でも松屋でもなく急に好きやって言い始めたよね。小村くん好きやとか好きですかって言われてさ、え、ああはい、めっちゃ大好きですよ、僕よく行くんですよって言ってて、ね、何のメニュー好きか当てていいですかって言われて、はい、おって思って、チーズ牛丼って言ってきたよね。あ、正解ですって僕めっちゃ嬉しかった。多分みんなから聞いたらだいぶ腹立つことかもしれんけど、僕はだいぶ嬉しかったよね。え、まさかチーズ牛の話ができるとはと思って。谷くんもめっちゃ好きなんよね、どうやらチーズ牛丼。あれやばいっすよねって話ちょっと一番盛り上がったね、その時。一番谷くん元気やったもん。チーズ牛の話するときはね、まあ、向こうからまた降ってきたからと思うけど、なんかどんどん向こうもしたかったよな、チーズ牛の話。あれめっちゃうまいっすよねって話めっちゃ盛り上がったよね。谷くんは基本的にドライブスルーで持ち帰りで家で食うらしいんだけど、なんかね、で僕はさ、そのチー牛の持ち帰りしたことないよね。基本的にすき家の現場で食って、ね、現地で食って、現地で食べ終わるんだけど、なんか出来たての方が美味しそうですけど、なんでその持ち帰りなんですか、家で食べたいんですかって聞いたら、いや、店入れへんって言ってきて、飲食店一人で入れへんらしいね、谷くん。僕以下やと思った。谷くん僕以下やって。谷くんの評価上がって下がって上がって下がって上がって下がるんやけど、ね、好きや一人で入れるって、僕毎週ね、いや毎週もう夜勤帰りにね、金曜日の夜勤帰り毎日行ってるんですよって言ったら、めっちゃ尊敬された。うわマジすごいですね小村さん、尊敬しますって。僕全然入れないんですよ。好きや入れへんの相当ちゃう、牛丼や入れへんのやばくない。で僕もう生きてるよ、スシローも一人で入ってるんですよって。スシローか好きやっすねって。スシロー、回転寿司一人で入れるんですか小村さん、やっばーって言われた。さ、ちょっとここまでは来れへんやろなって、ね、ちょっと僕の方が上やなってその時は思ったね、さすがに。で、まあ、なんで入れないんですかって聞いたら、まあもうなんか入れないんですよねって、も特に理由はね、多分入ったことないやろね、だからできひんだけやと思うけど、一回入ってみたらね全然いけますよってね、謎の先輩面かまして、小村さん謎の先輩面かまして、それでなんか、でもドライブ好きやねんやったらね、いろんなところ行ってうまい飯食ってそうなもんやけど、そういうことしないんですかって聞いたら、いやあんまりでもそういうのしないですよね、基本的にドライブするぐらいしかできないですねって。え、じゃあドライブでなんかどこ行ってるんですかって、な、別に目的なしに行くことなんてないやろう。ないやろう。絶対何かしらの目的があるはずや、行き先。もう運転するだけが趣味かもしれんけど、運転するだけにしても何かしらの目的がないと運転できへんわけやからさ、その家の周りぐるぐる回ってるわけじゃないやろ。なんか、どっか行き先があるでしょって聞いたら、いやー、ほんまに飲めないですよ。そうですね、夜景とかよく見に行きますって。めっちゃおしゃれやん。めっちゃおしゃれやん。休日か知らんけど、ドライブ行って夜景見に行く独身男性めっちゃおしゃれやんと思って。これは陰キャじゃねえ。これは陰キャじゃねえ。他にもね、あ、そう、で、ここ来る前ってなんか仕事してましたって聞かれたのよ。で、一応なんか前の仕事の話で、まあちょっとブラック企業でだいぶ心やられました的なね。ちょっとあれ、ブラック企業行った人はみんなやる、ブラック企業苦労してましたトークちょっとかまして、ね、小村さん大変でした。小村大変だったと思うって言ってね。かわいそうですアピールしといて。で、まあ、反対に谷くんは何の仕事してたんですかって聞いたんよ。じゃあなんか、何の仕事、何やったっけなって。何やったっけなって言い始めて、って、忘れることある。で、そっから谷くんしばらく考え込むんよ。嘘やん。前の仕事を忘れることは、そんななんか嫌なことあったんと思って。記憶消すほどって。いや、そういうわけじゃないんですけど、って。そういうわけじゃないなら、なんだ。覚えてるってこと、なんか言えへんやつかなって。じゃあまた T 君がやってきてさ、お、何してんのこっち、タニャーって来て。
いやまたうっさいの来たなって今ちょっといいところやのに今めっちゃ気になるところやのにって、でまた谷君がさらわれていって一人で掃除してまた30分ぐらい谷君戻ってきたよね。ね、思い出しましたって前の仕事思い出しましたって聞いたら、なんか糸作る職場的なこと言うてて、もうなんでそれ忘れてたんすかって聞いたら、いや僕あれなんですよね、結構仕事転々としてて今やってる仕事が30個目ぐらいなんですよって言ってきたんよ。すげえと思ってさ、だから出てこうへんたんやって、高卒らしくてそっから自分に合う仕事が全然なくてコロ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 変えて今に来たらしい。僕と全然ちゃうな、こんな陰キャ二人でも全然ちゃうなって思った。全くね話合わへんと思う。チーギューぐらいやったで話あった。チーギューしか僕と重なるところなかったしね、マジで。だってパチンコドライブ、僕はゲームアニメね、小村さん子供部屋おじさん、谷くん一人で家持ってる、何も重なるところなかったね。こんなことあるんやと思って、で今の仕事もね、そうそう辞めようと思ってんですよって言われて、ああそうなんす、そうなのやって、割となんか重要なこと聞いてしまったなと思ってさ。なんか夜勤があるのが辛いって言うてんな、夜勤もう2年ぐらい、ちょっと今までで一番長いこと働いてるけど2年ぐらい働いてるけど夜勤がちょっとやっぱ体に悪いなって言うてた。小村さん全然健康やけどね、なんなら今もね深夜の2時に起きてるからな。深夜の2時にね、でみんなこれ何のゲームしてるか分かってんと思うけど、こんなゲームしながら喋ってるからね。まあでも谷くんはちょっとね退職してほしくないな。谷くんが出てったら多分いじられ役僕になる可能性があんねんな。谷くんにはそのガードしといてほしい、僕を守ってほしい、ね、谷くんじゃなくても谷さんやけどね。心の中ではずっと僕谷くん言うてたからね、谷くんになってるけど、まあちゃんと喋るときは谷さんにしてる。年上やったわ、年上とかで一番びっくりしたね。っていう今日初めて谷くんさんと喋った話、意外やったな。てっきりなんかゲームアニメの話できるんかなと思って仕掛けに行ったら、普通にお互いの人生のこと喋っただけやったわ。まあということで、はい、この印象かな今回は。今やってるゲームは何もしてはいけないゲームですね。まあ今ちょっと皆さんの画面では何分になってるかわからへんけど、多分良くない話とかしちゃってるから噛んだところとかもカットすると結構ねこんな感じ。はい、今現在の時間、はい、34分40秒。これね、実は僕34分ダラダラ喋ってたんですよ。音声カットしてカットして多分短くなってると思うけどね。でこのゲーム、ゲームスタートしてから何もしたらいけないというゲームなんですよね。で今35分経とうとしてんねんけど、何もしたらあかんねん。パソコンの多分キーボードってもあかんし、マウス動かしてもアウトやねん。マウス動かしたらあかんっていうかだいぶきついな。これ何分耐えれるかっていうゲーム、もうこれはゲームと言えるのかどうかって話やけど、そうそう動かしてみようかな。マウスちょっと動かしたらゲームオーバー。今からマウス動かします。はい、何かをしました。あなたは負けました。何もしていませんでした。35分19秒ということで、これが僕の記録っていうね、こういう虚無ゲーがあるんですよね。一応 BGM かけてたと思うけど音も何もないんですよね。はい、一応これね、バトルロイヤルとかあるんですよ。これやったろかと思ったんやけど、多分最大8人でどれだけ我慢できるか、パソコンを触らずに我慢できるかってバトルになると思うんだけど、人が集まらへん。さっきこれで僕10分待ったけどずっと8分の1やった。こういうのもあります。で面白いのがこれリーダーボードやね。世界中の Nothing Together っていうこれタイトルやねんけど、世界中の Nothing Together で上位の記録が見れるんですよ。さあみんな何時間？ 1 位の人は何時間我慢してるでしょう？問題。正解は、はい。5日。5日。9時13分43秒。ちょっと待って。更新されてんな。さっきな、これ雑談する前見たら3日やったね。3日っていう人がいたんよ。3日の人がいなくなって5日ってことは、多分、この人が記録更新したんちゃう？っていうね。こんな猛者もいるんですよね。一応日本人ここにいんな。ルージュリング11時11時から7分12秒、ね、6日はやるな。
6日間だってパソコン使えへんってことやろ。無理無理無理。あれかな、月から金ずっと仕事行ってたんかな。それぐらいないと無理じゃないっていう、こういうゲームもありますということで、はい、ありがとうございました。 Nothing together